張り切って第2部、のアーティストさんをお迎えしたいと思います。第2部のアーティストさんは志野太鼓さんです。温かい拍手でお迎えください。ちなみにジャケット着てないんですけど、中にヒートテック着てるんで暑いんですけど万能な極暖のヒートテックさんを着てますので、そんな中きっと汗だくでお送りすると思いますが、温かく見守ってください。それではね、1曲目は危ない違う1曲目はちょっと可愛くファンシーにお送りしたいと思います。 More than sweetsそれともご飯に味噌汁
タイコと申します。どうぞよろしくお願いします。今日アスカナイトが13回目、あ、え、13回、こっち12になってる。え、失礼しました。確かいただいたメールは12って書いてあって、あ、さっき13って言ってたの。え、どっちが正解なんですか？あ、13。あ、じゃあきっかり1年ということですか？あ、違う。あ、大体そんな感じ。大体そんな感じだそうです。はい。ということで、教習所ですね。私、教習所、もちろん私、あ、もちろんという言い方もあれなんですけど、私、栃木出身なんですね。で、ちょっと前まで栃木に住んでたんですけど、まあ当然のごとくって言ったら、まあ、地元民としては当たり前なんですけど、まあ、免許は持ってるわけですよ。で、車運転するのすごい好きなんですよ。でも東京に住んでると車乗れないじゃないですか。すっごい悲しくて、実家に帰った時はいつも買い物行くのにも家族と出かける時も大体私がもう運転することになってて、この間も友人たちと、群馬の伊香保温泉のあたりの牧場に遊びに来たんですけど、その時はもちろん私ドライバーで、もう楽しくて楽しくて、はい、ということで教習所とか車大好きなんですよね。なのでこんなところに呼んでいただけて本当今日嬉しくて、もう何の話しようって、もう車の話しか出てこないなと思ってそうなんですよ。実家に帰ったらね、大きいワンボックスカー乗ってみたり、軽に乗ってみたり、バンに乗ってみたり、まあ、いつも いる人間じゃないから、その時家族で空いてる車を乗るわけですよ。それと兄のあの飲み会の代行させられるので兄貴の車に乗ったり、お母さんと2人で出かけるときは大体 K に乗ったり、ちょっと遠出してお買い物大きいあのホームセンターとか行くときは大きい車乗ってとか、なんかいろいろ乗るんでね、どれでもなんか楽しくて大好きなんですけど、はい、この終わり、この話に終わりはきっとないんでこの辺にしとかないと歌がねお送りできなくなっちゃうので、ちょっとね、じゃ車トークはもうちょっとこの辺にしておきますね。とにかく私車大好きっていうことでした。はい、ということで、まあ、関係ないんですけどね、モアザンスイーツにはでしょ、いつも会ってる方は分かると思うんですけど、大体モアザンスイーツを歌った後はスイーツトークをするんですよね。ね、そう、今日もそのミューザ川崎のところでスイーツトークをしてきたんですけど、もう2回目だしもういっかと思って車大好き、車大好き、やらわくば毎日車に乗りたい、遠出したいと思ってます。無理だけど、はい、ということで2曲目に参りたいと思います。2曲目はね、ちょっとさっきファンシーでポップで明るい感じだったんですけど、今度はこの暗いところに合う歌を歌っていこうかなと思います。先月10月4日にリリースしましたアルバムのタイトル曲、路地裏の黒猫をお聴きいただきたいと思います。I'm not afraid to die.
一つのお話になっているんですが、その2曲目の歌もですね、ちょっと続けてお送りしようかなと思います。それではお聴きください、色恋。
お聴きいただきました曲はですね、ちょっと分かった方いますか、内容が。実はこれですね、三角関係、不倫、そういったことをテーマにした曲なんですよ、2曲とも。そして最後にもう一曲、それの関連の歌があるわけなんですがね、まあ、そちらはぜひね、その路地裏の黒猫というミニアルバムにさっきと全部入ってますので、ぜひつなげて聴いて、あーってそうなのかってなっていただけたらなと思いますので、そこの町がしきりに告知してくれました、あそこに入り口に物販がございます。そちらで1枚目のシングル、2枚目の路地裏の黒猫というミニアルバム両方今日持ってきていますので、お気に召していただけた方はぜひお持ち帰りしてください。よろしくお願いします。はい、ということでちょっと聞きたいことがあるんですけど、この中に11月生まれの人っていますか。まさか今日誰もいないこと。あ、ボスが言いました、ごめんなさい。そう、ボスが、うちのボスがね、11月生まれの全然知らなくて、何を思ったか、なんか4月ぐらいだと思ってたんですよ。何かね、なんかどっかでなんか思ったんですよ、きっとね、色紙を見たりして、なんかしたら11月生まれだったの、まさか本当に。でもさっきやったから、じゃあ違う曲やりますか。そう、なんでこれを聴いたかっていうと、私ハッピーバースデーっていうお誕生日ソングがあるんですね。それを、ミューザー川崎か銀座街どちらかで、まあ、毎月1回歌わせていただいてるわけなんですが、その時に毎回2回ステージやって、2回目のステージの時にその月のお誕生月、お誕生日の方にのおた、誕生月の方のお誕生日パーティーを毎回皆様と一緒にするんですね、その歌があったんですが、今日はじゃあいないからやめて違う曲歌う。だってさっきやったじゃないですか。 やります?皆さんどうですか?みんな歌ってくれます？あ、じゃあ12月の人いますか?あ、やった!いる!新規はそう、さっきはやせる。あ、いっぱいいる。あ、じゃあやろう。せっかくだからやろう。そうですよね。そう、その可能性をさっき聞いたのに忘れちゃった。よし、じゃあ私が今から歌うフレーズを皆さんが覚えてくださいね。いきますよ。ワン、ツー。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。これだけ。もう一回いきますよ。ワン、ツー。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。やった。初めてじゃない方がいっぱいいる。やった。ということで、じゃあ12月の生まれの皆様のちょっと早いお誕生会をしたいなと思います。今のフレーズが14回か15回かそう、すごいでしょ。超言いまくるから皆さんも言ってください、ね、そして皆様の両手を借りて、12月生まれ、11月、12月生まれの方のお誕生会したいと思います。それではビバステイ。
して教習所で歌えるなんてこんなレアな可愛いところで、本当にこんな教習所だったら私も通いたかったです。素敵な装飾がいっぱいあっていいなと思いました。またね、ぜひよかったら気に入っていただけたら、呼んでいただけたら私より嬉しいですので、ぜひお越しください。ありがとうございます。ちゃんと拍手させてください。はい。ということで皆様、まだ元気ですよね。元気ですよね。手拍子一曲するぐらいの元気はありますよね。よかったら立ってください。あ、立ってください。立っていただいても全然いいです。前も空いてるので前に映っていただいてもいいです。この曲は自由に楽しんでいただくための曲です。皆様がもし辛いな、もう無理だなって思った時、この曲を聴いて、いやまだいけるぞって思って元気を出して明日を歩んでほしいなと思います。それでは最後の曲、本日最後の曲ですね、お送りしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。最後の曲はこの曲、ブレイクサイ